はい、皆さんこんにちは。こんにちは。タブレムチャンネルのマサバです。ヤナマンです。今日はですね、はい、福島県白川市に来てますね。はい、白川市の小峰城に来てます。で、日本百名城の一つで国の史跡になってる場所なんですけど、結構すごい人ですね、今日。結構すごい賑わってますね。うん、で、まあ目の前に見えるんですけど、今結構立派なお城なんでね、ちょっと写真撮ったりさ、うん、したいですね。いろいろしたいですね。あと、そこになんか歴史館、うん、もうあるし、結構ミットがあるみたいなんでね。うん、行きます。行きますか。はい、では、はい、行ってきます。じゃあ行きます。すごい人が、本丸があっちになりますね。うん、あれですね。すごい。早速行きますか。うん、でね、これ裏が白川駅かな。そうだね、になっててね、駅が近くなんでアクセスもしやすいかな。うん、歴史館、ここがなんかいろいろあんのかな。すごいじゃん、めっちゃ楽しそうだよ。このまた結構広いんだね。うん、それすぐにやってるみんな。あ、そりすべりいいな、俺もやりたい。子供たちがそりすべりをやってますよ。すごい楽しそうだね。うん、やんないの。おー、すごい。ヤナマンくんやんないの。え、やんないですか。今日ダンボールがね、ダンボール持ってきてないから。これめっちゃ楽しいぞ、多分。僕らじゃあ本丸の方に向かおう。あそこに行きますか。はい、行きましょう。公園いいね、ヤナマンくんね。めっちゃすごいぞ。すっげー広い広場、たこ揚げやってる人とかもいる。すげー広いね。うん、あとここでご飯食べたりもできるのかな。茶屋だからね。あ、チャリも組めるんだ、いいな。じゃあ、あれ入り口ですね。そうだね、いよいよ、はい、上に向かいますか。向かいましょうか。はい、よし、じゃあ行きますよ、はい、中に。ここから入り口っすよ。はい、ここから本丸を目指すね、まあ、時間があるみたい、うん、はい、9時半から、今11月の何真ん中なんで、4時まで、4時までだ。4時まで来ないとダメですね。そうだね。じゃあ楽しんで食いましょうか。そうですね、はい、写真撮りましょう。はい、じゃあ行きます。うわ、これめちゃくちゃいいんじゃないですか。ちょっといいね、めっちゃいいぞ。うん、素晴らしいじゃん。素晴らしい、素晴らしい。すっごい綺麗に残ってんだね。うん、すごい。うわー、うわー、石段これすごいぞ。うん、本当お城ですね、これね。お城だね。うん、蔵門跡、門跡？門だよね、多分ね。あ、ほんとだ。あ、桜門。ここ門だったのかな？跡なのかな？門があったのかな、ここに。そうかもしれないね。もうちょっとで。あ、すごいな。なんかすごいじゃない、マジで。ね、ちょっと上まで行くか。ちょっとね。あ、出た？うん。すごい。結構すごい。うわ、すごいぞ。すごいじゃん。もう目の前じゃん。こんなにすごいんだ。こんな声があったんだね。うん。あ、なんかお墓？記念碑だね。記念碑？うん。ちょっと碑見よう。すごい立派な石碑だね。これ戊辰戦争のやつ？もしかして。慰霊碑だからそうかもしれない。やっぱりここも戊辰戦争で落城したからね、確か。はぁ。これ桜かな？これ桜っぽいね。紅葉もいいんじゃないこれ。うん、紅葉もすげえ綺麗だよ。うん、矢野くん、その上行ってみない。あ、上行ってみよう。なんか、良さげじゃない。そうだね、見晴らしの良さそう。ちょっと行ってみようよ。うん、あ、結構いいんじゃない矢野くん、ここ。わあ、すげえ気持ちいいとこだね。気持ちいいとこだね。うん、すごい、いい景色だよ。山が見えますね。何の山だろう。なんだろうね。うん。
うわー、すごいぞ。それ何の跡？富士見？富士見、なんて書いてあるのこれ。富士見なんとか跡って書いてあるね。しかし、アロン君、いや、いいね、山々が。あれ、綺麗じゃない？綺麗だね。結構気持ちいいとこだよ。お、下もある。あ、本当だ。で、お堀にやっぱりちゃんと囲まれてて、うん、綺麗に残ってるね。ね、うん。これぐるーっと行ってみる？あるって。そうだね。すっごいね、あっちもこっちも綺麗に整備されてて楽しいな。行ってみよっか。はい。はい、この広場までね、戻ってきました。上ね、上からこうずっと行けないみたい、あっちに、うん、いよいよだね。うん、あの階段を登って、そうですね、本丸行きましょう。あれ上どんなになってんだろうね、うん、楽しみだな。楽しみだね。うん、行ってみようか。行ってみよう。よいしょ。あー、来た来た。おお。あ、スマークに関してのお願い書いてある。多分撮影はダメでしょうか、ね、あー、そうだね。じゃあ外観だけ、うん、撮らせてもらって、あとちょっと、うん、小倉で見回っていきましょうかな。そうだね。入っちゃいけないから、すぐどうぞ。いや、よかったっすね、まさぼさん。なんか、よかったね。うん。ぜひね、見に来てほしいですね。あ、入場無料なんで。うん、そうそう。すごい、あの、わかりやすくいろいろ説明書いてあったから。うん。ね、戊辰戦争のこととか。ね、書いてあったね。勉強になりますわ。勉強になる。そして、せやのまんくん。はい。ここが本来の入り口はこっちみたい。ここね。俺ら裏の方から入っちゃったんだけど。うん。ここくぐってきた方がいいかな。立派だね。うん、ちょっと、あっちから、表から見てみて。うんうん、いや、すげえね、なんか、うん、これが本来の入り口だね。そうですね。こっちから階段から来て、うん、こっから入ってお城に登って、すごいな。ここはね、結構楽しめるんじゃない、なんか。そうですね。普通にね、公園としてもね、すごい楽しめるし、すごい綺麗に整ってるからね、うん、楽しいね。あと、いろいろガイドさんもいるから。そうだね、丁寧な教えてくれるんで。じゃあ戻りますか。うん、戻ろうか。はい、はい、じゃ行ってきましたね、小峰城の方にね。はい、よかったですね。よかったです。あの、子供たちとかね、遊ぶ広場もあるし、うんうん、お土産もあるし、うん、いっぱいある。ご飯も食えるし、うん、でお城の方もね、すごい良くて眺めも良かったしね、うん、中も入れるし、うん、写真もめっちゃ撮れるし、すごいいいとこいっぱいあったんじゃないですか、今日は。ね、うん、楽しかったよね、うん、楽しかったね。ここ紅葉はちょこっとだったけど、やっぱ桜がすごそうだなってイメージ、うん、桜ね、いっぱい植えられてたね、うん、上の広場とかもね、ぐるってあったからね、うん、あったね、うん、結構楽しめる公園かなと思いますね。ほんといいと思う。はい、福島県、今日は白川市のね、小峰城でした。はい、気になった方はね、ぜひ来てみてください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。はい。